はい、こんにちは。2023-24 シーズンの、東海シクロクロス第7戦最終戦の、豊田市の千石公園の全地試走に来てます。完全なフラットコースなんですけど、また走っていきます。よいしょで、ここが橋の下がちょうどスタートで、ここからコースインです。で、コントロールライン自体は、数十メートル先、目の前に見えているゲートです。ここから一周の、ラップ開始ですね。で、コースは、川の河川敷のとこですね。で、ここ、最初のピットです。ピットはね、出口がちょっと左に曲がってます。で、路面は結構グリップが良さそうな芝なんですけど、結構今週天気がずっと悪くて、雨が降ってたせいで泥ですね。ぬるぬるってよりかはべちゃべちゃ系の泥ですけど、結構コーナーの出口とか今みたいにオーバースピードで入ると曲がりきれずに詰まっちゃいます。まあ、東海はこういう河川敷系のコースが多くって、レイアウトも基本、まあ、コーステープで区切ったような、くねくねしたコースが多いんですけど、まあ、ここもその例によってというか、まあ、コーナーが多いレイアウトで、まあ、出口でインターバルかかって、直線というような感じですね。で、スラロームが結構続いて、これで最後か。で、この出口で袋ピットがあります。往路と袋のピットが結構接近してるね。で、ピット前は割と水気が多くて路面が重たいです。コーナーがあった後、試験員です。試験員は東海の試験員はいつも低いんで、バニーホップできる人は、ね、簡単に飛べるかなと思います。で、バックストレートって言ったらいいんかな。結構ここは長い直線です。長くなかったわ。一回折り返して、また戻っていく感じです。で、左コーナー入って、もうね、なかなかコース覚えられへんだけど、まあ、路面状況が結構変わるんで、まあ、出口ぬかるんでたりしたらペース落とさんとダメだし、逆に乾いてたら突っ込んでいけるんで、路面を覚えるのがめんどくさいというか難しいですね。インターバルがきつい。ぬるぬるってわけじゃないんですけど、まあ、みんながハンドルをこじったりペダル踏んだりする場所がぬかるんでるんで、ちょっとラインをずらしてやる、なるべく路面がいいところを選べて、かつスムーズなラインを探してやるといいです。で、ここの複合コーナーも一
回アウトに膨らんで芝の上で向きを変えてから道路とかにまっすぐ突っ込んでやる。まあただ明日の天気雨らしいんで、まあ、今日はこれで走れてるけど多分明日はラインがまた変わると思います。でまた泥区間、ここもね一番深いところで向き変えるの無理なんでコース幅を使ってアウト側に膨らんでます。ボコボコした凹凸の激しい路面になります、まあ、バイク跳ねるんでちょっと重めのギアに入れてやって、まあ、しっかり手尻が跳ねないようにバイクも跳ねないようにペダリングしてやる感じです。ちょっとどっしり座らずに微妙に腰を浮かせるような感じでしたね。草地に戻ったらもうすぐ最終コーナーです。最終コーナー曲がってで、ホームストレート。1.6キロ、ラップタイムが今の思想で6分54秒とかでした、はい、ああしんど。まあこんな感じのあれ、まあこんな感じなんですけど、バイク結構タイヤ泥ついてます。でフレームも泥ついてます。まあ詰まるようなコンディションじゃないと思うんですけど、まあ、明日、雨が激しく降るようだったら、まあ、タイヤマット系の方が絶対いいと思います。はい、じゃあ思想動画以上で終わります、ありがとうございました。